しい煩わしいバカバカしい理解者なしだけど私自分魂涙流し夜明けを待ちまともってなんだ個性ってなんだよ学校じゃ教えてくれない頑張れって言葉が一くずらく感じてももうそもそも君は特別だよ70億分の1こぼれ落ちる涙がいつの日か夢のために僕らはまた傷を受けどそれでもまた歩き出そう